planet in. どうしたんだよ。今日の食事当番サボったでしょう。食事当番だ。今回はたまたま部活がなかったから私が作ったけど。なあ。お兄ちゃん、真面目に聞いてる。そう、なんというか。周り？え？なんだかすっ…まあ、これだけ大きな声で現実世界の話を。それにさっきから俺のことをずっとリアルな呼び方して。ああ、鬼キリト君、現実と同じみたい。リーファは現実の姿とは全然違うからな。それどころか私が SAO に来た時には。そりゃそうだって。何より自分の妹が SAO に来るなんて、あのゲームにわざわざ飛び込んでくるなんて無謀す。それは本当ごめんなさい。でも今もあの時の行動は迎えに行きたい一心だったんだから。俺のためだもんな。けど無事に SAO から戻った後もこうして一緒にゲームをして遊ぶなんて思わなかったよ。どうして？リーファってゲームを全然やらなかったろ。嫌いなん…それは前はゲームのことをよく知らなかったから。まさ…でもきっとフルダイブのゲームじゃなければここまでみんなについていけてなかったと思うな。剣道をやっていたからこそすんなりゲームに馴染むことができたってと。そうそう、コントローラーを握るタイプのゲームだとキャラを動かすときに自分の体も動いちゃうし。それでもみんなと遊ぶためならやっぱりリーファー頑張り屋だな。頑張り屋？努力家でひたむきで自慢の妹だよ。剣道だって小さい頃からずっと続けてるし、リーファのそうした部分は俺も見習っていかないとな。突然褒めないでよ。恥ずかしいってば。ん？どうした？キリト君、うまいこと言って食事当番のことごまかそうとしてない？してないって。本当かな。ま、今回は許してあげるけど、次やったら何してもらおうかな。怖いぞリーファ。大丈夫だよ、リアルの方でとっても美味しいケーキをご馳走になるくらいだから。それお高いやつだよな。当然。もう当番を忘れないようにします。うんうん、それが一番。しっかりした妹だな、本当。It was in the marketplace. I don't remember. I just came out that motherfucker. I just don't even know where the hell it is.
had it in here, though, so it was in the market.何をしていたんだ？街を探索していました。広い街なのでまだ美味しそうなレストランや品揃えのいい店など見つけられたら皆さん。それは助かるよユイは。じゃあこれから一緒に街を歩こうか。いいんですか？もちろん、俺もユイといたいしさ。お部屋に到着です。気がついたら結構な時間歩いていたな。ユイといたから時間が経つのを早く感じたのかもな。私もです。楽しんだな。ユイの嬉しそうな顔を見るとこっちまで癒されるよ。私は MHCP、メンタル。いろんな人を癒しているもんな。ですが私自身、パパやママと出会わなかったらどうなっていたか分かりません。 SAO という負の感情があふれる世界で、本来ならば私が皆さんの心を癒さなくてはいけない立場だったのに。でもそれは仕方のないことだったんだよな。強制的にプレイヤーとの干渉を止められていたんだから。そんな状態で皆さんの心の状況を見続けるのはとても辛かった。そんな時パパとママに出会って私は救われました。今でもその時にパパとママからもらった思いは鮮明に呼び出すことができます。ですからこれからは私が皆さんを癒す番なんです。ユイに癒され励みになる人はきっとたくさんいるよ。はい、ですので頑張ります。それでですね、実はこの後とっておきのものを用意しようと思うのですが、お時間は大丈夫ですか？とっておきのもの？まあ時間は大丈夫だけど。では早速準備に取り掛かりますね。待っていてください。ああ、うん。こうして何をしているんだろうな。それからお待たせしました。お、それはですね、ドラムロール。こういうのはどこで？じゃーん、肉じゃがです。肉じゃが？はい、ママからこっそり教わりました。へえ、家庭の味なんですよね。なのでママ直伝のお醤油味を再現したのが。さあ食べてみ。よし、どうぞどうぞ。いただきます。どうでしょうか？うまいな。お口に合ったみたい。娘が作った肉じゃがを食べるなんて、これ以上の幸せは。そ癒されましたか？相当にな。ほら。はい、うん、本当にありがとうな、ユイ。どういたしまして。パパにもママにも、そして皆さん。よし、それじゃあユイに笑顔にしてもらった。はい、みんな。That one's done. That's what I gotta go find. Possibly, whatever her weird ass is. In the overlook now. Oh. I ain't dumbass to post in the damn seat.
Hold on one second, I gotta check something on my phone. She not saying, you know, wasn't like she was there earlier when everybody else met up. She just randomly pops up and now you acting like she's been there the whole time. Here. Game is weird. それが MHCP メンタルヘルスカウン、それにせっかくアバターに入っているんだし、ユイに負けないよ。そっか、ストレアは未使用だったプレイヤー ID に上書きする形でアインクラッドに行こう。そうそう、このアバターを使って剣と魅力でみんなを癒すんだ。癒すね。あれ、なんだか納得してない感じ。そんなことないぞ。ユイとストレアには日頃から癒されている。ストレアの癒しは大体が無邪気に抱きつかれたりなんだよな。え、嬉しいな。それじゃあ早速また行って。いや、今はその必要はないって。全然疲れていないし、すっごく元気なんだ。ふーん、そっか、残念。それよりもさ、早いとこ討伐を終わらせて肉にありつこうぜ。そうだね。頑張った甲斐がある。また私が料理の腕を振るうチャンスだね。ストレアの料理か。 SAO でそんなに印象的だった？斬新ですごく個性的な見た目だったからな。それでいて予想以上に美味しかったことも。こっちでもまた作ってあげるからね。なあ。完成したらユイにも食べさせてあげようっと。ユイもきっと喜ぶよ。二人とも仲良しだよな。これも全部みんなに守ってもらえたおかげだね。ストレアも俺たちの仲間なんだから。ほっ、あの時のことは決して忘れないよ。ユイと同様にストレアもアイテムオブジェクト化してアインクラッドから連れ出すことができた。みんなとまた会えるって分かった時は嬉しくて涙が止まらなかったもん。そうだな。とにかくストレアは俺たちと一緒にいるべき存在だってことさ。うん、こうしてまたみんなと一緒にいられる私は。みんなも同じ気持ちだよ。それにユイのそばにストレアがいてくれれば安心だ。ユイのパパだもんね。ああ、ユイは大事な娘だ。私にとっても大事なお姉ちゃんだよ。だから私も娘ってことだよね。一応そうだけど。それじゃあパパ。やめてくれって。ストレアにそう呼ばれるのはやっぱり気恥ずかしいんだ。まだ慣れないの？でも名前で呼ぶ方が好きだし、まあいっか。じゃあこれからもよろしくね、キリト。
one who gets over people.実はちょっと興味のあるクエストがあるんだけど。クエスト？もちろん OK だ。それはダメなの？あ、ダメ。あのこのクエストは2人パーティー限定。なら仕方ないか。それでどんなクエストなんだ？基本的には素材を集めて特別なアイテムを作ってもらうクエスト。アクセサリーか。割と性能がいい。性能は全然弱いよ。じゃあなんで。もう大事なのは性能じゃなくて名前が刻まれるってとこ。名前が刻まれるところ。でもそれってそうか。だから2人パーティー限定。わかった、アスナ。そのこの新しいゲームでも。ああ、素材集めにしては結構大変だな。まさかこんなにモンスターが多く出現する場所だとは思わなかったよ。連戦に次ぐ連戦だったもんな。でもおかげで必要な分の素材は集め終わったみたい。それにしてもキリト君、いつ…そうか。何か理由があるの？言いづらいこと？改めて言うのは恥ずかしいんだけど。なんだろう。本当に今更のことだから期待するなよ。何かな。やっぱりアスナとの戦闘はそのスイッチのタイミングとかさ、アイコンタクトすら必要ないくらいだよ。そんなこと？ほら、やっぱり改めて言うことじゃないだろ。ただこのアイングラウンドでもやっぱりそうなんだなって感じたんだよ。しいな。確かに私も君と一緒だと連携取りやすい。緩急のテンポとか同時攻撃のタイミングとかね。長いこと一緒に戦ってきたもんな。そうだよね。あ、もちろんお揃いのアイテムを早く手に入れたいっていう気持ちもあったからなんだけど。もうそれは言わなくても分かってるからいいの。あ、そうか。それはさ、それじゃあ素材を持ち帰って。お待たせ。アクセサリーが完成したよ。これってレザーマスコットってやつだよな。はい、こっちは君の分。ちゃんと名前が刻まれているな。かわいいね。アスナが嬉しそうでよかったよ。早速このアイングラウンドでも2人の思い出がつく。大切にしてね。性能はそんなに良くないけど。もちろん大事にするよ。こうして私たちが一緒に過ごしているのってすごく不思議だよ。思い返せばいろいろあったよな。なんせ出会ったのがデスゲームの。必ずしも常に一緒だったわけじゃないけど、
大切な時間は二人で迎えた気がする。アスナが攻略の鬼と呼ばれていた期間は除いてね。もうやめてよ、その呼び名恥ずかしいんだから。それにそっちこそ孤独なソロプレイヤーだったじゃない。まあその方が効率がいいこともあったわけで。でもアスナは実力があったからこそそう呼ばれてたわけだろ。あの時は何よりも攻略を進めるべきだって思っていたから。今その割にはホラー系のエリアをサボっていたよな。それはそれ、その後からしばらくして私は少しずつ変わっていったよ。君と出会っていろいろなことを学んだから。大したことは教えたつもりないけど、昼寝の楽しさくらいじゃないか。以前の私はそういう当たり前のことが目に入っていなかったから。だから君が教えてくれた何気ないことの数々がどれも私にとって大切な思い出。まあ君と出会った後に大変なこともいっぱいあったけどね。それは否定しない。俺も望んでそうなったわけじゃないけどな。けどやっぱりそばにはいつも君がいてくれた。君が一緒にいてくれることこそが私にとっての力なんだよ。俺だってアスナがいつでも隣にいてくれたから今というものがあるんだ。現実、 SAO、 ALO、 そしてねえ、あ暖かい、キリト君。あ、どうしたの？いや、なんか今のアスナの言い方が。そんな意味じゃない。もう冗談です、副団長殿。もう、たとえどこであろうとも私たちならずっと一緒な。冒険も楽しいことも一緒にいっぱい挑戦していこう。あ、やっほー、ねえねえ、anyway, I have a secret door. Yeah, very amazing. Oh, wow. Oh, Kirito! Hmm? I got the information on the treasure, but if there is a treasure, I'd like to help you with it. I don't care.なんせトレジャーハンターのピリアが。うわあ、すっごい期待されてる。トレジャーハンターって自称なだけで特に専用スキルがあるわけ。でもピリアは他のプレイヤーに比べて明らかに探索能力があると思う。それはコツって言えるのかわからないけど、どこに宝箱があるのかよそ、なんていうか制作側の気持ちがわかるっていうか。俺も自分ならどこに宝箱を配置するかとか考えると。今までの経験から無意識にそんなことを思いながら目処をつけているんだと思う。無意識にか。言うのは簡単だけど、膨大な数のダンジョンに潜らないと得られない感覚だろうな。大したものだな、ピリアは。恥ずかしいってば。だからお宝期待しているぞ、フィリア。
宝、なかなか見つ…でも、ここがこのダンジョンの最上階だよ。下の階も隅々まで探したし。ガセネタ掴んじゃったのかな。あれ、あそこの壁に何か…どうしたんだ、フィリア。ほら、ここ、スイッチがある。本当だ、よく見つけたな。トレジャーハンターの勘ってやつかな。さすがだな。きっと、お宝につながるギミックだと思う。念のために、罠があるか調べてみるね。どうだ、トラップ解除のスキルにも反応ないし、安全だと思うよ。よし、それじゃあ進もうぜ。うん、早速動かしてみるね。よいしょっと。あっ、床が…え、キリト？ひどい目にあった。フィリアは落ちずに済んだみたいだな。上の階に戻ってフィリアと合流しないと。キリト！え？キリト！大丈夫？わざわざ落とし穴に飛び込んできたのか？だって心配で。俺なら大丈夫だよ。ん？どうした？ちょっと、あの、ほら、私が SAO のホロウエリアにいた時、あの時のことか。それはそうだよ。ホロウのプーに騙されて、少し考えればおかしいって分かることをしちゃった。フィリアはずっとあの場所に閉じ込められて追い詰められていたんじゃない。そんな状況なら誤った選択をと。それにあの行動がフィリアの本意じゃないことぐらい。キリト、今だって俺の後を追って落とし穴、なんか、つまり無意識に他人を助け、そ、フィリアはいいやつだよ。お人よしってことで言えば、どっかの誰かさ、見ず知らずの私をホローエリアから、その上プーのスーパーそれじゃあまずはまた上の階まで行く。 Yes, that's time for me not to give a fuck. あれ、言われ、あ、うお、たこの部屋literally just bad. だから結果的この調子で任せ。でも一番さ、一緒に過ごフィリア、だからこのな、あ、ファッキングドゥイット。 Oh, no money for none of that stuff either.